い、そういうわけですね、このニヤンマくん買ってみました。これはですね、まあ、まるっきり見た目おもちゃなんですけど、世界初の虫除けグッズ、ということで、これは何の薬も入ってないっていう、ただ見た目で、虫を避けると、そのような、今大人気だそうですので、早速これが効果があるのか見てみたいと思います。逃げたよ、完全に逃げてったよ、いなくなったじゃん。これ効果あるんじゃないの？あるんだよね。鬼山くん、セームスで1400円で買いましたよね。今大人気、今大人気もね、 SNS でね、だいぶ人気出てるというね。あ、いたいたいた、ほらほらほら、あ、そこそこそこ、ほらほらほら、ほら逃げろ逃げろ、お、逃げてんだけど、逃げてんだけど、お、近づけないよ、これ近づけない、近づけない、ほら逃げる、逃げた逃げた逃げた、やっぱり効果あるね。これ巣あるな、この辺、蜂の巣、ある、蜂の巣あんだ、これある、足長だね、今のね、あ、これ効果あるね、すごいね、いるね、ここにも。さあ、いました。さあ、逃げるのか、足長、逃げてんな、警戒してんね、警戒してんね、今なんか飛んだのに、クソが入ってる、隠れてたね、隠れてる、隠れてる、あと逃げてるね、逃げてるね、怖いのかな、怖いだろうね、あ、逃げた、逃げた、上から襲ってくるから、思いっきり、思いっきり、あらら、あ、逃げた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 ね、見せちゃってるね。あれ？おうおう。逃げてるぞ。襲ってきてる。襲ってきてんだけど。激しい激しい。すごい。逃げたね。逃げたね。すごい逃げてる。すごい逃げてるよこれ。あなんかだ、すごい、すっごい勢いで逃げてんだけど、すごかったね、早い、やるやるやる、隠れる場所は探してんのかな？すごい逃げてきてる。おーおーおー。足長いた、足長。足長？どこ？ほら、いるね。足長すごい逃げるね。はい、ちょうどいっぱい群がってる。うわー！バラバラになった。すごい。なんか攻撃、なんか攻撃してきてない？あっちあっちあっち。無理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 。こっち蜂なかった今。あ、逃げてった今。逃げた。逃げてった。すごい。こっち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 、すごい逃げてて、おお、すごい、追い切れない、くっつくかな、全然逃げねえじゃねえかこれ、逆に攻撃してきてる、攻撃してきてるよね、怖がると思いきや、あれあれ、すぐあるぞ、本来隠してるね、ズームがちょっと、これは見どころだからね、あ、失敗がなっちゃった、なんで歩きすぎて、いや、食われちゃった意味ないじゃないかって話意味ないじゃないかって話だね、大丈夫、取れてる、取れてる取れてる、死んだふりしていいんけど、これバカって
かゆい、かゆい、ほんとかゆい、かゆくなってきた。固まってんだけど。逃げてる、逃げてる、逃げてる。逃げてるぞ、これ。すごいな、これ。トンボと他人の戦いになって、逃げられない。絶対かわいい。取れちゃったりして。私、ポッコ。襲ってきてんね。おーおー、釣れたぞ。今、下にカメラ向けてた。おーおーおー、掴んでんだけど。ふっ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 。慣れてんね。あっ、おー掴んだ。おーおー、ここから落ちるのか。すごいこれ。うん。おー離さない離さない離さない。絶対離さない。ハニービーズおにやまくん、こりゃすごいね。おおおお、でもあれが本当さ、どれだけ、あ、ほら、おお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 お、すごいこれ、すっごいぞこいつ。何これ、もっと上ガーって上げてみて。かわいそうだね。このまま、されっか。他人のいじめ動画みたいになってるんだけど。一応ね、あの鬼山くん1400円したからね、壊れちゃったらまずいんだよね。うん、カニ壊されちゃう、まずい。壊されちゃったって、ね、ちょっとカニの伝承を求めてもしょうがないですね。これね、皆さんにね、これね、鬼山くんが壊れるってことを知ってくれないとね、これいろんなもので壊れるってね。これピーター合ってますか。うん、合ってる。これで壊れたら、あのこの動画をね、見てる人たちも多分靴、ブレブレだな、ちょっとブレブレだね。ブレブレですよ。よく撮れたよ。ヘリコプターじゃん、もうこれ。まだくっついてんの。反応力すごいね。椅子に座らせてあげようか。うん。離さないよ。監督だよ。そのまま落ちたらいけないね。でもカニは大丈夫ね。そのまま引っ越しちゃったね。引っ越しちゃったね。引っ越しちゃったね、これ。はい、はい、そういうわけですね。鬼山くんだいぶねやってみました。もう今の夕方なんで、もうこうなってくると鬼山くん使いませんけどもね。ハチとかのね、はい、何ですか。ハチもね、まあ大体逃げてったかなってのあるんですけど、アシナガバチなんかね、この鬼山くんにね、あの止まってたりしてね、多分ね、もうよくわかりませんよ。ここら辺はね、アシナガバチって多かったね。うん、アシナガバチね、うん、多かったですね。まあただ基本的には竿の先つけて、まあ大体、逃げていくのが多かったかなと思ってますので、まあ有効かなと思います。この次は、釣り場で、これを試してみたいと思ってますんでね、磯ぶよ余計でやってみたいと思ってますんでね、次の動画もお楽しみにお願いします。それでは今日もおしまい。キル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 。